今回はとんでもない色気と、あまたのセクシー女優の中で一番いい体なんじゃないかと個人的に思っている松下紗栄子さんについて、おすすめ作品を5つご紹介します。動画の後半ではご本人に関するいろいろなエピソードをご紹介し、予備知識を仕入れた上で、松下さんが出演する作品を見ることで、皆さんの夜のルーティーンをさらに楽しんでもらおうという目的の元動画を作成しています。ぜひ最後までご覧ください。素晴らしい体とキャビンアテンダントやマナー講師をしていた経験から、そのあでやかな気品で主におじさまたちに絶大な人気を持っていた松下さん。さすがは元キャビンアテンダントだけあり、端麗な顔立ちや溢れ出る色気、スラッとした長い足がとても魅力的ですよね。特にスーパーバストは素晴らしすぎる。一時は40代で最も好きなセクシー女優で1位を取ったことがあるぐらいのおじさんキラーとして知られています。現在は引退をしている可能性が高いということですが、今は何をされているのでしょうか。そのあたりも含めてご紹介したいと思います。それでは松下紗栄子さんのおすすめ作品5つをご紹介します。まずは第5位。夫のいない数日間、夫の部下に抱かれ続けた記録です。寝取られ者の作品に大量に出演している松下さんですが、これぞ真骨頂と言わんばかりの作品になっています。不倫する人妻役が彼女の持ち味と言われる意味がわかるかと思います。見事な演技力は、不倫する妻が抱く旦那に対する後ろめたさと快楽にのめり込んで落ちていく様をリアルに表現していて、寝取られ者の魅力を存分に引き出してくれます。あまりそういう分野に興味がない人でも素晴らしい体も含めて楽しめると思います。もちろん寝取られジャンルが好きな方は視聴するべきですよ。続いて第4位は、彼女が4日間家族旅行で不在の間、彼女のお姉さんと夢中で泣きまくった、です。ビーフリーというメーカーから発売された本作品は、松下さん史上最高傑作との呼び声もあります。同棲中の彼女が旅行で家を空ける4日間、突如押しかけてきた彼女の姉役の松下さんが誘惑してきて、ひたすら交わるという内容です。いつもは人妻役ばかりの松下さんが次女のお姉さんを演じる姿が見られます。人妻より役がハマっているというレビューがあるほど好評です。設定、演技、構成、どこをとってもレベルが高い作品で、スマホ撮影で交わっているシーンはよりリアルな雰囲気を醸し出しています。このスマホ撮影の映像がすごく素晴らしかったので一見の価値ありです。リアル感があって最高ですよ。加えて恥じらい方、雰囲気や男優との距離感がとても自然なドキュメンタリーで、本物の素人のプレイを覗いているようにさえ感じられます。女優の素顔を引き出すのがうまいと評判のビーフリーによる構成と、松下さんの高い演技力が相まって生まれた、彼女史上最高峰とも言える作品でしょう。続いて同賞の第3位は、一本限定、特別出勤、噂の本番で来ちゃう H カップ人妻を、私と激しい裏ハッスルしますか、です。アイデアポケットから発売された本作品は、松下さんが夫に内緒で嬢となって働くという作品です。葛藤するようや落ちていく背徳的なシーンを演じることが多い松下さんは、暗めな表情の作品が多いですが、本作では笑顔で明るい表情が多く見られるので、可愛らしい一面を堪能できます。そして本作最大の見どころは、松下さんのいやらしさ満点な声です。妖艶で美しい彼女の口から漏れる声は興奮必至。ヘッドホンをつければよりリアルでドキドキ感が倍増します。その爆乳を生かしたシーンは圧巻。聴覚だけでなく視覚的にも余すことなく楽しめます。ファンザのレビューを少しご紹介すると、あまたある松下さんの作品の中でも最高傑作ではないでしょうか。星がいくつあっても足りません。男を誘う松下さんの眼差しが綺麗すぎて綺麗すぎてというレビューや、この表情を見ているだけで最高潮に興奮してしまいました。この作品には男の夢と希望がぎっしりと詰まってます。最高です。最高すぎました。しばらくはお世話になりそうです、ということだそうです。ベタ褒めですね。こんな感じのレビューが多めです。さて、銀賞たる第2位は、夫の目の前で犯されて訪問です。本作品は大手メーカーアタッカーズの夫の目の前で犯されてというシリーズものです。
夫の前での背徳的なシチュエーションを共通テーマとし、現在100本以上も作品が出ている人気シリーズです。本作では松下さん演じる人妻が広告会社の営業マンに無理やりされてしまうのをきっかけに快楽に落ちてしまうまでを描いています。このシリーズとしてはベーシックの内容ではありますが、松下さんの美ボディを余さず見られるのはもちろん、リアルな演技による背徳感が大好評。人妻という役が完全にハマり役で、旦那に告白できない葛藤や嫌がりながらも抑えられない声など、徐々に落ちていく人妻の演技は一級品。そんなリアリティある描写のおかげで、夫の前で犯されてしまうシーンは背徳感があって最高に興奮します。レビューを一部ご紹介すると、この作品は早送りしないでじっくりと夜中に鑑賞していただきたい。評価ポイントが星5までなんだけど、自分としては星7クラスだと思ったということだそうです。究極の第1位はバイト先の欲求不満な人妻った日々です。松下紗栄子史上最高、アタッカーズ史上最高、セクシービデオ史上最高と謎の3巻もある、ファンから絶賛が止まない不朽の名作です。バイト先の大学生と不倫関係になるというありきたりなストーリーにもかかわらず、これほどまでに賞賛を得た理由は、セクシービデオとは到底思えない驚異的なクオリティで作られている点でしょう。演技、演出、構成、脚本、カメラワーク、ライトなど、映像作品を作る上で欠かせない要素が全て最高レベル。視聴後には映画を見たような満足感が得られます。打足となるシーンがなく、繊細に登場人物の心理を描写しており、結婚生活と不倫する人妻が如実に表現されています。思わず共感してしまったというファンの声もあるほどです。松下さんの高い演技力とメーカーの情熱なくしては生まれなかっただろう珠玉の作品です。レビューを少しご紹介すると、設定からカメラワークから息遣いから心理描写まで、何から何まで丁寧に作られていて完成された作品だと思いました。本当に一本の映画作品を見ているような状態に陥りました。見てみればそれぞれに刺さる場所が必ずあるはずです。ぜひ見ていただきたいです。映画を見た後のようなセクシービデオというのは本当に同意します。ぜひこの作品も早送りせずに見ていただきたいです。以上がおすすめの作品5選です。どの作品もスーパーボディと色気を余すことなく爆発させていますので、ぜひ漁ってみてください。2020年から2021年にかけてベスト版が4作品ほど発売されていますので、このあたりもぜひご覧ください。特に2020年に発売されたものに関しては20時間を超えたベスト版ですのでお得ですね。続いて後半は松下さんのパーソナルな部分を掘り下げていきたいと思います。デビューしたのは2015年6月で、大手航空会社のキャビンアテンダントやマナー講師を務めたとされている松下さんのデビューは世間を驚かせました。品性、容姿、スタイル、演技力、4拍子揃った彼女はあっという間に人気女優の仲間入りを果たします。しかし引退を発表していないのにもかかわらず、2020年以降、2023年現在に至るまで新作はおろか、メディア出演なども一切されていません。まずはプロフィールですが、1990年9月30日生まれの現在33歳です。身長は165センチで、3サイズはバスト90、ウエスト56、ヒップ86で、G カップです。スーパー爆乳でありながら細いウエストと、スタイルも完璧ですね。もっとでかいイメージすらあります。キャビンアテンダントやマナー講師といった品格が求められる職を経験したとされていて、茶道や読書を趣味とする彼女は知性や教養が感じられる上品な女優としても知られています。容姿やスタイルの良さとその品性ある雰囲気や立ち振る舞いが相まって人気を博し、セクシー女優史上最高という声が見られるほどです。そんな魅力がたくさんある松下さんですが、ぷっくりと盛り上がったいやらしい手首が大変評判です。上品でスタイルの良い女性が特徴的で素晴らしいその手首をしているというギャップは数多くの男性を虜にしました。元キャビンアテンダントという高キャリアを引っ提げて2015年にデビューした松下さんは、2020年の上半期にはセクシー女優別の売り上げ第3位を達成しました。
もともと大手空港会社のキャビンアテンダントだったという経歴を持つ松下さんは、マナー講師を本職としながら副職でセクシー女優を始めました。デビューのきっかけは自身の好奇心を満たすためだったんだそうですよ。好奇心旺盛な性格のようですね。アクティブで行動意欲の高い松下さんですが、その容姿や振る舞いからはキャリアに裏打ちされた高い品格や落ち着いた雰囲気があり、年齢以上に大人びているようにも見えますよね。そんな松下さんですが、その後は人妻や風俗嬢の役を演じたり、筆下ろしや SM といったシチュエーションにも挑戦したりしています。翌年の2016年にはアタッカーズという知っている人は知っているメーカーに移籍しています。同メーカーはドラマ性の高い作品が評判で、 SOD とかのメーカーとはだいぶテイストの違うメーカーです。そんなメーカーへ移籍した理由は、演技をしたい願望がきっかけなんだそうです。移籍後は主婦や上司といった身近な役から捜査官やギャンブラーといった変わった役まで幅広く演じました。特に彼女の持つ上品さとモデル顔負けの体つきは、人妻役と相性がよく大好評で、人妻キャラが似合う女優の地位を確立されました。この出来事がきっかけで人妻の代名詞を手に入れたので、結果的に大成功だったようですね。1年間ほどアタッカーズに在籍した後、2017年にため池五郎というメーカーへ移籍します。このメーカーは吉塾女という言葉を生み出し、おばあちゃんのイメージしかなかった塾女を人気ジャンルへと押し上げた功労者です。そのためメーカーの特徴としては、塾女系や人妻系を専門としたドラマ性の高い作品が多く、大人の色気にあふれた演技力が高い美人女優が多数出演しています。しかし人妻役がハマる松下さんの魅力が存分に見られるかと思いきや、わずか2本ばかりの作品に出演して再びアタッカーズに移籍されています。さらにはビーフリーの専属女優も兼業。これまで両塾系の動画に出演することが多かった松下さんは、全くテイストの違うビーフリーで発売した作品において新たな一面を見せ、さらなる評判を呼びました。テーマの異なるメーカーへ移籍を繰り返して身につけた演技力は、松下さんの人気をさらに高める結果になりました。その結果、2018年にはファンザの年代別セクシー女優検索ランキングにおいて45歳以上の部門で第1位となりました。これをきっかけに知名度がさらに上昇し、名実ともに人気女優になりました。その後、これまで取材やイベントへ全く出ていなかった松下さんですが、デビューから約4年後の2019年に初めてインタビューを解禁。また同時期にツイッターとインスタグラムのアカウントも開設しました。イベントにも一切出ず、取材も受けてこなかったために謎が多かった彼女の SNS 解説にファンは歓喜しました。 SNS では日常の出来事やオフショットなどを投稿していたようです。順調そうに見えていた松下さんですが、2020年5月出した作品を最後に忽然と新作が発売されなくなりました。そんな引退の真偽が不明な松下さんでしたが、2021年2月に所属事務所の公式ページからも名前が削除されてしまっています。このことから事実上引退していると考えて間違いないと思われます。SNS アカウントも現在凍結および非公開になっています。2021年に事務所のページから名前が削除されて以降もたびたびアカウントを更新していましたが、2021年9月以降はそれも更新が止まっているようです。もともと更新頻度が少ない松下さんでしたが、1年以上も更新が止まっている以上、今後 SNS で彼女の姿が見られる可能性は低いでしょう。現役や引退後に風俗で働くセクシー女優はたくさんいますが、松下さんはどうされているのでしょうか。調べてみましたが、風俗に勤務している噂は一切ありませんでした。彼女と風俗で遊ぶことはできなさそうなのは残念です。では今は何をされているのでしょうか。最後の作品が発売されてから約7ヶ月ほどが経った2021年1月、とある YouTube アカウントが開設されました。投稿された動画内には、ローマ字でのリコと名乗る松下さんに酷似した女性が出演していました。その YouTube の内容は、自身が AV 女優であるとは言及しておらず、健康的で美しくなりたい人に向けた美容法を紹介する、自然派美容家として活動していたようです。YouTube チャンネルに紐付けられた Instagram アカウントでは、
美容情報商材を販売するページがリンクされていて、美容ビジネスの世界に転身したことを伺わせるものでした。このページも YouTube アカウントも現在はクローズとなっていて、残念ながら現在の状況は不明です。某巨大ネット掲示板によると、松下さんは現在農家をやっているのではないかと噂されていますが、美容家 .com というサイトで、これまたローマ字の乗り込名義で顔写真とともに掲載されています。完全にセクシー女優としての過去を捨てて美容家としての生活をされているようですね。一人の松下さんファンとしてはセクシービデオ復帰を切望していますが、最悪リリース済みの作品が発売停止になることも十分考えられますので、今のうちに楽しんでおくことをお勧めします。松下さんは美熟女女優として認識されていますが、実際にセクシー女優として活動されたのは24歳から29歳の約5年間。20代でいかに大人びた色気の持ち主だったのかがよくわかりますよね。そんな今なお多くの男性を魅了してやまない松下紗栄子さん。術演作品をたくさん見て、今後もたくさん応援していきましょう。それではまたの動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。